和田和弘は、岐阜県岐阜市出身の元プロ野球選手、日本プロ野球迷宮会理事、野球解説者、タレント。マネジメント契約先は、スポーツビズ。愛称は、同性の演出家、和田つとむにちなんだベンちゃん。さらに、そこから発展したビッグベンなど。名古屋ドームの外野スタンドで掲げられている、横断幕には、輝く男という文字が入っていた。 アテネオリンピック野球の銅メダリスト。岐阜県岐阜市出身。岐阜市立佐木山小学校3年時に、スポーツ少年団に入り、岐阜市立青山中学校卒業を経て、県立岐阜商業高校では2年時に控え保守として、第61回選抜高等学校野球大会、第71回全国高等学校野球選手権大会に出場した。高校卒業後、 東北福祉大学に進学し、仙台六大学野球連盟のリーグ戦では4年間で、首位打者1回、ベストナイン3回を獲得する。4年時には、首相となり、春のリーグ MVP に輝いた。大学卒業後は、社会人野球の神戸成功に入社。大学の1年後輩である、門倉健は、和田さんは、僕が打たれても代わりに監督に怒られてくれる。 懐の深い先輩だった。当時から打撃は天才的で強健。それでもプロから声がかからず、社会人を経由した。あのクラスでもプロに行けないのかと愕然としたという。都市対抗野球には1年目は補強で出場し、本塁打を放つ。2年目は4番を打って、前年と同様に谷中真嗣とのバッテリーで、初戦プリンスホテルに7回ゴールド完封勝利。 社会人通算429の打率を残し、強打の保守として1996年のドラフト会議で西部ライオンズから4位指名を受け入団。背番号は22。1997年の西部に球界を代表する保守だった伊藤勤がいた。和田は同年、主に代打として17試合に出場、プロ初安打、初打点を記録。 1998年は打力を活かすため外野手にも挑戦し、同年にプロ初本塁打を記録。2000年に出場機会が増え、規定打席未満ながら打率。306を記録。9月9日には、初の4番を任され、9番以外の全打順でスタメン出場。守備位置は、保守9試合、一塁手15試合、外野手18試合。 指名打者12試合と、徐々に、保守から外野手へとシフトしていった。またこの年に、同じく西部の保守だった、中島里氏が、保守らしい、背番号を欲しており、入団以来背番号、22だった和田は、当時中島がつけていた一桁の、後と、背番号を交換。以降引退まで同番号を背負うことになる。2001年は、監督の東を治むに、 次世代を担うバッテリーとして、松坂大輔と開幕戦でスタメン起用され、その後も松坂と7回にわたってバッテリーを組んだ。打撃も好調で、一気に16本塁打、規定打席未満ながら打率、306を記録した。守備位置はまだ保守と外野手で一定せず、打順も2番と4番以外すべてに起用された。9月24日の近鉄最終戦で、 松坂大輔がタフィローズに55号本塁打を打たれ中村のりひろに逆転さよなら2点本塁打を打たれた試合で保守としてフル出場していた2002年新たに監督に就任した伊原春樹が前年のキャンプ迎えにあたって伊原からキャッチャーミットは持ってこなくていいからと言われ和田は同年25試合にマスクをかぶっていたが 優しい性格をしており、私は保守には向いていないように感じていた。一方、打撃は、306、16本塁打、34打点をこの年に上げていたことからもわかるように光るものがあった。保守よりも、負担の少ない外野にすれば、打撃が生きるだろうと考えたのだ。と述べている。外野手一本に絞り、5番、左翼手のレギュラーに定着。故障離脱があったが、 30歳にして、初めて規定打席に到達し、打率、319、33本塁打、81、打点という成績を残し、優勝に貢献した。指名打者部門で、初のベストナインを受賞。しかし、巨人との日本シリーズでは15打数例案だと、低迷し、逆シリーズ男とされた。結果的にチームは巨人に、 ストレートの4連敗で敗退し、自身の不信が大きく響くことになった。2003年から4年連続で、外野手部門で、ベストナインを受賞。2004年5月30日の日本ハム戦で、芝草空から本塁打を放ち、通算100本塁打を達成。同年からパリーグで開催された、プレイオフでは、日本ハムとの第1ステージ第3戦で、横山道也から、 さよなら本塁打を放った。さらに、中日ドラゴンズとの日本シリーズでは、打率、3 1 4本塁打、6打点で、西部12年ぶりの日本一に貢献し、優秀選手に選ばれ、2年前の汚名を返上する、形となった。綾野の国厚労省を受賞。2005年には、シーズン打率、322で、初の個人タイトルとなる、 首位打者を獲得。同時に153安打で最多安打のタイトルも獲得した。パリーグの右打者による首位打者獲得は1993年の辻、初彦以来12年ぶりだった。2006年は開幕前の3月に開催された第1回ワールドベースボールクラシックの日本代表に選出された。同大会では大会期間中に 尿管結石を発症するなど体調を崩し、一時リーグでの大打起用のみに終わった。シーズンでは打率。298で5年連続打率3割はならず、本塁打も19本に終わったものの、自己最多の95打点を記録した。また、チームメイトの赤田翔吾と並んで、リーグ最多補殺を記録。2007年9月8日の日本ハム戦で、 吉川光雄からアンダを放ち、通算戦安打アンダを達成。前年より打率を上げて、リーグ3位の打率、315を記録。本塁打は、レギュラー定着後最低の18本、打点は、前年の約半分の49に終わった。同年に初取得した FA 権を行使した。2007年12月9日に中日ドラゴンズとの入団交渉を行い、 地元の岐阜に最も近い球団ということもあり、本人曰く幼い頃からの憧れの球団である中日への移籍を数分で即決。3年契約を結び、背番号は西部時代と同じ後に決定した。2008年に通算戦試合出場を達成。2年連続打率3割を残したが、16本塁打、74打点だった。 2009年は開幕戦1試合2本塁打と最高のスタートを切り4月25日の巨人戦でプロ通算205本塁打をかつての同僚である豊田清から放った5月12日の東京ヤクルトスワローズ戦で地元岐阜の長良川球場で初の本塁打を放ち故郷に二式を飾った6月21日のオリックスバファローズ戦で 平野の数から先制の満塁本塁打を放った打席で、通算4000打数に到達し、通算打率にランクイン。この時点で、川上哲司や、当時の大地愛博光監督をも上回る通算打率。315で、歴代6位、日本人右打者最高となった。6月には打率。415、6本塁打、15打点の成績で、2度目の、月間 MVP を、 チームメイトの河合優太と共に受賞した。交流戦では、打率4割、7本塁打と好調だった。7月15日には4年ぶりの20本塁打と、自己最多ペースで、本塁打を量産し、9月15日には10回表に、映川は勝弘から、決勝の3試合連続本塁打を打った。打率、三百二で七度目の三割を記録し、十九本塁打。 87、打点、出塁率、382と、前年より大きく、成績を上げ、打撃主要部門すべてで、リーグトップ10に入った。守備面でも12補殺を記録し、2年連続セリーグ、最多補殺に輝いた。また、この年初めてシーズン全試合に出場した。2010年も前年に続き2年連続で、シーズン全試合に出場し、 首位打者争いは、青木のリチカに敗れたが、最終的に打率。339.37本塁打、93、打点とチーム3冠自己最多本塁打の活躍で、チームの4年ぶりの優勝に大きく貢献した。同年の37本塁打は、自己最多かつ中日移籍後では、唯一の30本塁打以上だが、 本拠地を名古屋ドームに移転した1997年以降では、中日の日本人選手としては、最多記録かつ2003年2006年の福留、コース介以来二人目で、2019年時点では和田が、最後である。クライマックスシリーズ第2ステージの巨人との試合では、第4戦に9回裏3から3の場面で、サヨナラアンダを放ち、シリーズ MVP に輝いた。 同年のロッテとの日本シリーズでは、7試合で29、打数12安打1本塁打6打点と活躍。チームは2勝4敗1分で敗れたが、関東選手賞を受賞した。また、自身初となる、シーズン MVP 及び、自身6度目、中日移籍後は、初となる、ベストナインに選出された。11月24日の契約公開で、 新たに3年総額12億円で契約を結んだ。なお、この年は、レガースの未装着と、自打球の直撃が重なり、骨折してしまうもフル出場を重ねている。2011年に、独特な打撃フォームの腰への負担を考慮した、監督の落合博光からのアドバイスにより、春季キャンプで、オープンスタンスから、スクエアスタンスへの打撃フォーム改造を完光する。 しかし、打撃フォームの改造に加え、統一球の影響や、視力低下もあって調子を落とし、年間を通じて成績は打率、2 3 2 12本塁打、54打点と低迷した。特に打率は、西部時代にレギュラーに定着して、以来、最低であった。また、シーズン終盤には前述の視力低下などの理由から、中日入りして、 初めて二軍落ちを経験した。ソフトバンクとの日本シリーズでは3勝4敗で敗れ、第7戦、セッツただしから三振を喫し最後の打者になっている。同シリーズでは優秀選手賞に選ばれた。2012年に前年の成績低迷により、前監督の落合と二人三脚で改造した、スクエアスタンスの打撃フォームをオープンスタンス気味に修正した。 二年ぶりに全試合出場を果たしたものの、最終的に本類打は9本に終わり、12年ぶりに2桁に届かなかった。2013年は打率、275と前年を下回り、この年で2011年からの3年契約が満了し、11月6日の契約公開で8000万円減と、プロ入り最大の減俸となった。 2014年4月8日の対ヤクルト戦にて、プロ通算305本塁打を放ち、41歳9ヶ月での300本塁打達成は、史上最年長となり、大学卒業から社会人を経て、プロ入りした選手としては、史上初の記録となった。7月1日の対 DNA 戦で42歳としては、史上7人目のシーズン2桁本塁打を記録。7月は、 猛打賞4回を含む打率。397、7本塁打、21打点の活躍で、月間 MVP を受賞した。しかし8月6日の対広島戦で、ブライアン・バリントンが投じた抜け球が右手に直撃し、右手終上骨を骨折。ギプスで4から6週間固定が必要となり、結局2000まで15本残しシーズンを終えることになった。 2015年は6月11日の対ロッテ戦で、1回表に、左前的時だ、2回表に、左翼戦への安打を放ち、2000安打を達成した。これは、史上45人目、史上最年長42歳11ヶ月での達成となった。大学卒業と社会人経験を経て、プロ入りした選手の2000安打達成は、古田敦也、 宮本晋也に次いで3人目で、20代で一度も、規定打席に到達しなかったり、34歳まで1 0 0 0安打達成がなかった場合では初。また現役で2000安打達成選手が同一球団に3人いるのも、プロ野球史上初となった。8月15日の対巨人戦において、大杉勝を落合に次ぐ、史上3人目のセパ両リーグ1000安打と同時に、大杉。 金本智明、谷重に次ぐ史上4人目となる2球団での1000安打を達成する。2015年9月12日に今シーズン限りで現役を引退することが中日新聞などより報道され、9月19日に名古屋ドーム内で正式に記者会見を開き、現役を引退することを表明した。9月3日に落合ゼネラルマネージャーから 来期の契約を行わない旨を明かされたという。9月24日の阪神戦で引退試合が行われ、2回に阪神先発の秋山匠から放った通算2050本目の安打が現役生活最後の安打になった。その後、谷重県人監督の左前打で先制のホームを踏んだ。試合後はマウンド付近で。 セバン号と同じ5度ナインに胴上げされ、名古屋ドームに赤別の拍手と歓声が響く中、4人の子供たちから花束を受け取った。11月30日付で日本野球機構から任意引退選手として講示された。2016年からは NHK の野球解説者、日刊スポーツの野球評論家として活動する。また2016年4月からは、 スタイルプラスにもタレントとして出演。また、プロ野球 OB が対戦するサントリードリームマッチでは、その時期、小田公平らとぴっかり芸を見せるのがお約束となっている。2018年オフには阪神タイガースが打撃コーチとして招聘するプランがあったが、実現しなかった。バットを上段に構えて上下に揺らし、 極端なオープンスタンスから左足を高く上げ、全身を回転させるようにして、バットを背中の後ろまで一気に振り抜く、独特のフォームから弾き出す安定した打撃が特徴。いわゆる、すくい上げ打法。中日移籍後から2010年までの通算のタイミギ打率、315を残しており、左投手に対しても、 310と左右を奥にしない上に目立った苦手コースもなく独特の打撃フォームも手伝って右方向への打球が非常によく伸びる本人は軸足に10割右半身に感覚を集中と引退後に説明しておりすり足打法も試したこともあったが体重が前足に乗って突っ込んでしまうのでやめたという背筋の強さと右手の押し込みによりボールを かなり引きつけてもつまらずに強い打球を放つことができる。スイングの後は腰が落ちたような形になるので、ライト方向への長打を打ったのに三塁線へのファウルボールを打ったように見えることもあり、最後まで振り切るフォームであることとあまり足が速くないことから併殺打は多い。本人によるとこの打撃フォームはテニスのフォアハンドを参考にしているという。2011年には 落合監督にアドバイスされ、二人三脚で腰への負担を考慮したスクエアスタンスへの変更にも取り組んだ。しかし、成績は大きく落ち込み、落合監督が退任した後、オープンスタンスに戻すことになったが、完全に戻したわけではない。三百歩以上の本塁打を記録した強打者であるが、本人はホームランバッターではないと語っている。本人曰く、 ホームランバッターは打ち、孫子がヒット。僕の場合は、ヒットの延長が、ホームラン。また、長打力のある選手にして三振が少なく年間で30本、以上4回を含む25本以上6回の、本塁打数を記録しながら3桁の三振を喫した、ことが一度もなく、通算でも3桁の938三振に、止まっている。 古田厚也の公式 YouTube チャンネルで2021年5月にホームランを打ちたいけどホームランを打てるボールが来るとは限らずいろんなボールが来て打ったらヒットだったというケースが多かったと語っている同時にオープンスタンスのフォームについて土井正宏からお前は開く癖があるからこれ以上開けないように最初から開けと教えられたものであると説明した 2002年シーズンに和田を外野手に固定させたい原は、保守としての和田について、後に性格が良く、相手打者の裏をつくリードができなかった。それでは1シーズン通してでは、問題があると語っている。左翼手として、得点換算で、高い数値を記録している。早急については、早急を受けることが多かった保守の谷重元信によると、上品な球を投げるという、 上品な球を投げられる理由について、和田は肩が強くないので、スピンの効いた球を投げないと球が沈んでしまうと説明している。既婚で四児の父親である。ありがとうございます。